様、こんにちは。こんにちは。本日は下田海中水族館へようこそお越しくださいました。ショーを行いますのは私、柏倉です。よろしくお願いします。では早速ペンギンにあげていきます。魚からご紹介ですが、さあ鳴き声が聞こえています。さあこの少し太めな声、これがアクボルトペンギンの鳴き声です。ロバのような鳴き声ということで、ジャッカス鳴きとも呼ばれているんです。さあ、いろいろなところで聞こえてはおりますが、早速始めていきましょう。こちら、この魚をあげていきます。ぜひ何かあげてみてください。こちらの魚、イカナゴと言います。ツルツルとした細身の魚で脂身が多いのが特徴です。こちらのイカナゴや、ちょっと切れているのですが、この魚もあげていきます。これはホッケです。私たちもよく食べますね。こんなホッケであったり、あともう一種類、これはなかなか正解が聞こえてこない魚です。サから始まる魚で3文字です。さあ、ご主人様考えていただいてますね。こちらはタカベと言います。聞いたことある方はうなずいてくださいました。こちら大きくなっているものはアクアドームフェリー号の大水槽で泳いでますので、ぜひ探してみてくださいね。さあ、こういった魚をペンギンたちに今日は準備をしております。ショーを行いますペンギンもご紹介しましょう。佐藤館では2種類ペンギンを飼育していまして、ショーには参加しないんですが、先ほどからずっと泳いでくれている体の大きなペンギンがいます。さあ、こちらは王様ペンギンという種類です。王様ペンギンの今泳いでいるのは、愛称はスイと言います。スイ、この風に泳ぐの大好きなので、こういった様子もよく見ることができます。さあ、スイはですね、お客様に愛称をつけていただきました。8月1日に生まれたペンギンで、8月1日が水の日ということで、スイという愛称になりました。さあ、今日はとっても楽しそうですね。いつもよりも、張り切って泳いでくれていましたね。さあ、上がってくるのでしょうか。この体の大きな王様ペンギンは、世界に18種類いるペンギンのうち2番目に大きな種類です。一番大きいのは皆様もご存知かもしれません、皇帝ペンギンと言います。さあ、そんな王様ペンギン、寒いところのペンギンですが、夏の間には草原地帯に群れで佇む姿も見られるようなペンギンです。これぐらいの気候ですと、こんな風に外に出てきます。さあ、遠くから王様ペンギンの声がしましたね。呼ばれて上がってきました。実はショーはこの王様ペンギン行いません。隣で餌を食べるお時間がとなりました。一応置いてかれていたので、ちょっと合流してもらいましょう。さあ、それでは次は隣のお部屋の方へと進んでいってもらいまして、早速ショーを行うフンボルトペンギンをご紹介です。フンボルトペンギンはですね、王様ペンギンとは違いまして、暖かいところに住む種類です。こちらのフンボルトペンギン、南米のチリやペルーといったところに住んでいます。こちらのペンギンたち、住んでいるところに生えている植物、サボテンなのです。さあ、ペンギンと聞きますと、雪や氷の世界イメージする方多いかと思いますが、世界で18種類いるペンギンのうち、実は半数以上が暖かいところで生活をしています。これを機会に、ペンギンは寒いところだけにいるというイメージ変えていただければと思います。さあ、それでは早速ペンギンたち集まってきておりますが、とてもマイペースなペンギンたち、今日はうまくショーができるでしょうか。皆様の元へと向かう空中散歩に挑戦です。手やお顔、カメラを通路側に出していると、つついてきますので、通路側には手やお顔、カメラ出さないようお願いします。さあ、いけるかな、いってらっしゃい。さあ、今日は生のペンギン向かいました。皆様の元へと向かっているのは、ナンバー85番紫、そして続いて緑のドリンクは84、その後ろにいるのがキョウちゃんです。カチオとキョウちゃん、夫婦のペンギンです。ペアで参加をしてくれています。ガラスの先生と到着。さあ、こちらのペンギンたち、くちばしの周りをよくご覧ください。くちばしの周りにはピンク色になっている部分、お分かりいただけるでしょうか。このピンク色の部分、実は羽が生えていないところです。この羽が生えていないと
ペンギンたちは体の熱を逃がしていると言われています。さあ、とっても借り切って登ってきているペンギンもいれば、後から一羽ゆっくりと来ているペンギンもいますね。右側の翼にリングをつけているのがオス、左の翼にリングをつけているのがメスと、トカゲは分けています。さあ、後から来たのはオスのヒャッピー。ヒャッピーはですね、まだまだちょっとこの空中散歩苦手です。さあ、若いヒャッピーですが、後ろに戻ろうかどうしようかなと悩んでいますね。ではちょっと連れてってみましょう。ヒャッピー、行けるかな、頑張って。練習の時はこんな風に係員が近くに来て一緒に進んでいくこともあります。さあ、ら、戻ってきてくれましたね。戻ってきてくれたのは紫です。さあ、紫が来たので安心したのでしょうか。ヒャッピーも進み始めました。さあ、行けるかな、にわかもおいで。さあ、こちらのツーナは一生懸命短い足を動かして歩いているように見えるかもしれませんが、実はペンギンたち長い足を持っています。私たちでゆっくりの状態で歩いています。さあ、ヒャッピー気づきましたね。道に気づいて一生懸命走ってきました。さあ、今日は珍しいところが見れました。ヒャッピー、今四つ足になって走っていたのを分かりいただけましたか。急いで走りますと、ペンギンたち四つ足になって走ることがあるんです。さあ、今日は随分と急いでプールの方へと降りていきましたね。他のペンギンたちは無事にゴールへと到着。特会長が来てくれたのは山田です。さあ、山田も降りてこれるかな。さあ、赤いリングに、黒い色をつけている山田、今日はしっかりとゴールできました。さあ、上手に降りてこれましたので、続いて別の種目も挑戦してみたいと思います。さあ、今度はまた登ってきてくれておりますが、続いては出かきがやってきていますね。黄色いリングに黒い色をつけている出かき、最近できるようになったとっておきの道具を使った種目に挑戦です。出かき、この電気ブラシを、おっとと踏んでいきました。さあ、ジャンプをするのを教えたんですが、どうでしょうか。出かき、いくよ。さあ、頑張って、よいしょ、ちょっと踏んでますね。さあ、今日はちょっと体が重いのかな、頑張っていけるかな、よいしょ、ほんとほんと、ありがとうございます。さあ、こんな風にですね、一生懸命ジャンプをする種目なども覚えまして、今度は少し離れたところにサインを出してみたいと思います。ちょっとプールも騒がしくなっていますが、陸場のペンギンにご注目。あちらの岩場を指さしました。向かったのは紫。紫はなんと離れた岩場を通ってきました。いかがでしょうか。さあ、こんな風にですね、狭いところを通るのペンギンたちとっても得意です。巣穴の入り口もしっかりと狭くなっています。さあ、いけるかな。今度は2羽で向かいました。紫とキョウちゃんです。さあ、通っていないのに通ったような顔をしているペンギンにはあげませんよ。しっかりとできたペンギンにだけ餌を与えていきましょう。今度はプールでも種目に挑戦です。プールで泳ぎながらの食事シーンをご覧いただきましょう。お近くの方、水しぶき十分お気をつけください。ガラス面からプールの中見ていただくと、泳ぐ様子よくご覧いただけます。さあ、いけるかな。泳ぎ始めました。ペンギンたち空を飛ぶことはできませんが、力道した鳥の仲間です。全身には鱗状の羽があり、くちばしもあります。繁殖期には卵も産みます。こういったことから、ペンギンも鳥の仲間であるということ、お分かりいただけますか。左右の翼は大きく衝撃に羽ばたかせ、気持ちよさそうに泳いでいますね。さあ、そんなプールで泳ぐ様子を見せてくれましたが、今度はプールでも種目に挑戦をしてみましょう。さあ、このターゲットと呼ばれる道具を使ってみたいと思います。さあ、できるペンギンとっても限られています。緑が来ました。さあ、緑、いけるかな。このターゲット、めがけてのジャンプに挑戦。よいしょ、いかがでしょうか。上手にできました。さあ、温かいご声援ありがとうございます。こんな風にジャンプをすることもしっかりと練習を重ねつつとできるようになります。さあ、続いては岩の上にいるペンギンと目が合いました。岩の上にいるのはハチオです。さあ、ハチオという名前、メスのペンギンなのですが、ペンギンたち番号と相性決まっていまして、番号が正式名称となっています。番号80番なので、
85という愛称になりました。さあ、奥からも声が聞こえていますが、先ほど登ってきたのは緑。さあ、どんどんと増えてきましたね。きょうちゃんも登ってきました。きょうちゃんと八尾がペアのペギーです。さあ、今日はどうやら夫婦で挑戦でしょうか。ここからのロングキャッチに挑戦です。うまく決まるかな。ここからのロングキャッチ、きょうちゃんが決めました。八尾もどうだ、決まりました。さあ、拍手ありがとうございます。こんな風に遠くから投げた餌でもキラキラと光るもの、餌ということは分かってますので、しっかりとキャッチをすることができました。さあ、また私の下にいるのはちびき。こんな風に手を追いかけることを覚えましたので、くるくると上手に回ることもできるんです。さあ、一生懸命いろいろな種目を行ってくれているこのフンボルトペンギンたち、当館では22羽飼育しております。すべて下田海中水族館で卵から孵化をしたペンギンです。とても繁殖うまくいっております。ですが、反対に野生下では絶滅の恐れのある種類なんです。気候の変動や漁業の影響によって生息数が減少してきています。生息地のチリやペルーでは保護区を設け、絶滅から守っている種類です。動物園や水族館で気軽に見ることのできる動物たちの中にも、そういった状況にある種類もいるということ、皆様にぜひ知っておいていただければと思います。みんな同じ地球の一員で大切にやっていきたいですね。さあ、それではそろそろショーも終わりの時間が近づいてきました。最後にまたちびきがちょっと近くに来てくれているので、とっておきの道具を使った種目にも挑戦をしてもらいたいと思います。今度はこのホースを使ってみましょう。さあ、ホースを使った種目、ここにいるペンギンたち数羽しかできません。今日はやる気がありそうな数羽来てくれていますね。さあ、このホースを使って、なんとこのホースもくぐるんです。いかがでしょうか。今日はキャッピーと紫が決めてくれました。さあ、皆様ペンギンたちには手はつきますか。ぜひリングの色でお気に入りのペンギン見つけてみてくださいね。さあ、ちびきのやる気があるかと思いましたが、他のペンギンたちの方がやる気がありそうです。今度はちょっと応用編に挑戦しましょう。このホースくぐって、そして今日はなんと3羽ともくぐりました。そしてなんと折り返して決めてくれました。おっとっと、出かきはちょっと遠回りをしていましたので、さあ、出かきはもうちょっと練習が必要だったようですが、キャッピーと紫、今日はとても調子がいいようですね。さあ、それではそろそろショーも終わりの時間近づいてきました。最後に大技挑戦して終わりましょう。ここからのダイビングに挑戦です。さあ、練習でカニを見て飛び降りることできるようになりました。今日はうまくできるでしょうか。さあ、紫がやる気がありそうです。紫、行くよ。ここからのダイビング決まりました。さあ、上手に降りれたところでお時間となります。